こんにちは、ミッキーです。今回は名古屋を満喫、グルメ&見どころ9選として動画をご紹介していきます。12月の中頃にですね、名古屋のカフェ特集をご紹介したんですけども、今回はグルメプラス見どころというところでご紹介できればと思っています。名古屋というとグルメの街かなというイメージを持たれる方もいると思うんですけども、名古屋城や今回ご紹介するような新しいインスタ映えスポットなどもご紹介できればと思いますので、今回の動画を見ていただいて今後の名古屋への旅の参考にしていただければと思っています。私自身何度か名古屋に行ったことはあるんですけども、今回の旅でもまた新しい発見があったので、皆さんも何度か行っていただく中で魅力を発見していただきたいと思っています。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのはヤバトンのヤバ町本店でございます。1947年の創業以来、名古屋の食文化である味噌カツを伝え続ける有名店でございます。こちらのヤバ町本店はこんな形でヤバトンのイメージキャラクターが描かれた高いビルをはじめお土産ショップもあったりというところで、おそらく一番大きいお店になっているかなと思ってます。こんな感じでヤバトンのイメージキャラクターの像もありますので、この辺で写真を撮っていただくというところもおすすめのポイントになっているかなといった形でございます。とんかつは南九州産を中心に厳選された良質の豚肉を使用し、比較的細かめの生のパン粉と乾燥させたパン粉の2種類をブレンドしたオリジナルのパン粉を使用して、ふんわりカリッと実現するということでございます。早速お店の中に入っていただきますと、結構ヤバトンのオリジナルグッズもあったりというところでございまして、ぬいぐるみだったりとかお菓子とかも販売されています。なのでこの辺りもぜひですね、お土産に買っていただくといいかなと思ってます。他にもヤバトンの味を再現できるようなレトルトのカレーですとか、あとはマグカップとかもありました。そしてお店ではこういったカウンターもありますし、上層階にはテーブル席もあるようだったので、ぜひですね、あのお店の方の指示に従って各々の席で楽しんでいただきたいと思ってます。おすすめのメニューは2枚のとんかつが楽しめるわらじとんかつだということであったんですけども、後でご紹介しますが結構ボリュームがありますので、ぜひですね、お腹に自信がないという方は単品の1枚のとんかつを頼んでいただくのがいいかなと思ってます。そしてこんな感じのヤバトンオリジナルの箸でも提供していただくことができまして、こういった細かいところの装飾とかイメージキャラクターのプリントなんかも楽しめるポイントですね。で、湯飲みもこのヤバトンさんオリジナルの湯飲みになっています。さらにこのお茶はですね、お水じゃなくてお茶を用意されてるんですけども、栄養価の高い一番茶をお店に出して提供してくれるということでございますので、その辺のこだわりも素敵ですよね。そしてこちらがこの日にいただきましたわらじ定食でございます。このヤバトンのとんかつはですね、門外不出であります1年半熟成させた天然醸造の豆味噌を使用した秘伝の味噌だれが有名だということでございますので、今ご覧いただいているこの味噌だれ、ぜひですね、試していただいて本物の味わいを確認していただきたいと思っています。今回いくつかお店ご紹介するんですけども、やっぱり結構ボリュームありますので、ぜひですね、計画的に注文していただくといいかなと思ってます。続いてご紹介しますのはこちらのインパクトのある水の宇宙船が特徴的なオアシス21でございます。この水の宇宙船の他にもですね、手前にありますこの名古屋と書かれたアルファベットの文字なんかは写真撮影とかでも使うことができそうなポイントになっていますね。で、奥に写していますのは愛知県美術館でございまして、本当はこちらの愛知県美術館寄っていこうと思ったんですけども、たまたま休館だったので見ることはできませんでした。また来る機会があったらリベンジしたいなと思った場所でございます。そんなオアシス21から歩いて栄方面に向かった先にありますのがこちらの鳥銀本店でございます。こちらの店は名古屋コーチン料理一筋で50年の歴史を誇っていまして、こちらの今写しています通り名古屋コーチン協会発足以来の正会員として最高級の純系名古屋コーチンのみを取り扱う本物の味を試すことができるお店でございます。明治維新が生んだ日本初の国産の食用鶏である名古屋コーチン、尾張の地鶏にコーチン塩を交配したもので、その美味しさは当時京阪地方にまで及んだということでございます。でこの名古屋コーチンというのは
各地に広まるにつれて名古屋から来たうまいコーチンということで呼ばれることになったというところが由来だということで聞いています。でこちらの鳥銀本店さんでは名古屋コーチンの美味しさを少しでも多くの方に知っていただきたいという思いで長年運営されているようでございます。まさにこういった名古屋コーチンを使った手羽先ですとかコーチン刺身ごし盛りというものを試すことができますので、ぜひですねせっかくの機会なので名古屋コーチン試していただいて、いろんな食べ方でこの味を堪能していただきたいと思っています。まあ、こういった旅の中では少し奮発して料理を頼んでいただくことで、せっかく時間もお金もかけていくことかと思いますので、満足いくまで楽しんでほしいなと思ってます。続いてご紹介しますのはホテル&ルームス名古屋栄でございます。前回にご紹介させていただいた名古屋おすすめカフェの特集の中でもこちらのホテル&ルームスご紹介してるんですけども、その中では1階にありますリブ&バゲットさんをご紹介させていただいたという形でございます。私自身こういった旅の中ではですね、泊まるホテルの選定基準としてカフェ併設だったりってところを注目にしてますので、まあ、ぜひですねそういった観点も楽しんでいただきつつ動画を見ていただければと思ってます。でエントランスも結構広々としていて、本当にこのモダンな綺麗な雰囲気がいいかなと思いますので、ぜひですねチェックしていただいて、値段も1万円しないぐらいで泊まることができますし、この時はたまたまワクチン接種券を見せることで割引が効いていましたので、そういった割引とかも活用しつつ楽しんでいただくとお得に充実感を持って滞在することができるかなと思っています。こちらのホテルのコンセプトは一泊のストーリーを充実させる安堵があるホテルということでございまして、都市の中にあるホテルで豊かな時間を過ごしていただくために本当に必要なものなんだろうか、そういった問いを繰り返す中で出来上がったということでございます。でこんな感じで部屋の場所を示す番号とかもこんなおしゃれな感じで内装されていますね。でカードキーで入ることができまして、後でご紹介するんですけども、この充電のスペースも非常に充実してますし、結構シックでシンプルな形なんですけども、一人で泊まるにはとてもいいかなという感じでございますね。このライトアップの感じもですね、このベッドの横から下から照らすことができたりっていうところで、そこもポイントの一つになってるかなと思ってます。で前回のカフェ動画でもご紹介していますけれども、こちらはモーニングをこちらの部屋に持ってきていただいて楽しむこともできますので、その辺も注目のポイントです。あとワイヤレスチャージングのこういった機器も設置されていましたし、枕元には USB の充電器とかもありますので、その辺も例えば出張できた方なんかにもご利用できるかなという形でございます。あとはドリンク、コーヒーのフリーチケットなんかもありましたので、この辺もご活用いただきつつ、夕飯の前とかにコーヒータイムを楽しんでいただくこともできるかもしれないです。もちろん Wi-Fi も充実していまして、こちらでご紹介しますけれども大浴場もありまして、そこで露天風呂も楽しむことができますので、そのあたりも旅の疲れを癒すのにはとても適しているかなといった形です。ここにちょっと牛乳飲みたかったんですけども、牛乳が品切れになってたりってところもありましたので、なるべく早く来ていただかないと売り切れになってしまうのかなといったこともありました。もちろん洗濯とかレンジも使うことができますね。こんな感じで初日は先ほどのホテル&ルームスさんに宿泊したんですけども、2日目は岡崎に友達がいましたので、岡崎のお家に泊まらせていただきました。でせっかく岡崎に行ったので、岡崎の有名な場所でもあります岡崎公園と岡崎城も少し立ち寄らせていただきました。こんな感じのライトアップがとても素敵な感じでございまして、秋の紅葉の季節に伺ったんですけども、こういった紅葉プラスお城という形でその辺も見どころになってたかなと思っています。岡崎城、もしかすると知らない人もいるかもしれないんですけども、徳川家康が生まれた城として有名な場所でございます。で1959年には天守が3層の5階建てに復興されまして、2006年には日本の100名城にも選定されたということでございます。そして岡崎城に向かう途中の岡崎公園とその道の中ではこういったライトアップもされていまして、とても綺麗な感じになっていました。おそらく冬の期間中含め長い時間開催されていると思いますので、この辺のイルミネーションとかも楽しみにしていただくととてもいいかなと思っています。本当に広々とした川の風景の中でロマンチックな雰囲気になってましたので、なんとなく一人で散歩するというのもありですし、恋人と一緒に来ていただくというのもありかもしれないです。東岡崎駅から向かっていく時のこの橋がライトの感じとか幅広い道の感じとかもとても素敵だったので、ぜひ岡崎に立ち寄る時間がありましたらこの辺も注目していただきたいと思ってます。続いてご紹介しますのは JR 名古屋駅にありましたミセンさんでございます。行こうと思っていたミセンさんが夜から始まるということだったので、こちらの昼間から空いている JR の名古屋駅店を使うことにしました。なので皆さんも時間帯次第ではこちらを活用いただくといいかもしれないです。でこちらの元祖台湾ラーメンの名店であるミセンさんは創業1960年からの歴史を誇っています。
で、元々の店主の方が台湾出身だということで台湾ラーメンだというふうに名付けたということでございます。なので台湾には実際台湾ラーメンと呼ばれるものもないようで、この台湾ラーメンが名古屋のご当地グルメとして指定されているのもそんな背景があるということでございます。で、めちゃくちゃ辛いのでですね、この辛さも含めて楽しんでいただきたいと思ってます。続いて名古屋といえば名古屋城なんですけれども、ご紹介していきたいと思ってます。名古屋城の向かう途中にこういった金シャチ横丁というところもありまして、ここもグルメを楽しむのにもとても適した場所だということでございますし、その向かい側にはこういった名古屋と書かれたフォトスポットもありますので、その辺も撮影に利用していただきたいと思ってます。で、先ほども岡崎城の中でご紹介したんですけども、名古屋城の付近もですね、こういった形で紅葉がとても綺麗になっていましたので、お城の近くの風景の中ではこの季節ごとの景色の移り変わりというのを楽しんでいただくのもポイントかもしれないです。で、こちらが名古屋城になりまして、入場料は大人で500円になっていました。1952年に名古屋城は国内屈指の城郭として国の特別史跡に指定されたということでございます。名古屋城自体も有名ですし、今映していますような清正石とかも有名です。そして今こちらで映しています本丸御殿が近年リニューアルされたということでございまして、こちらが今見る中ではとてもおすすめになっているかなと思っています。で、こちらの本丸御殿は2018年の6月に復元されたばかりでございまして、こういった内装も含めまして、この金の数々のアーティスティックな造形がとても素敵な場所でございます。で、まだ復元の最中だということで、今映しているように天井とかはまだ壁がですね、完全に復元がされてないという形でもありました。まあ、そんな中でもこの当時の部屋の様子とかを少し見るだけでも楽しめるかなと思ってます。続いて今回の旅の中で絶対に行っておきたかった熱田蓬莱軒の本店でございます。やっぱりさっきもちらっと申し上げたんですけども、お店に行くときは本店に行っとければ間違いないかなと思いまして、ひつまぶしもこの一番有名な熱田蓬莱軒を訪れました。で、こちらの熱田蓬莱軒さんは名古屋飯としてもあまりにも有名なひつまぶしの商標登録でも知られているということでございまして、元祖ひつまぶしのお店かなといったところです。明治6年に創業してから約150年くらい継ぎ足し続けた秘伝のタレ、そして備長炭で焼き上げる職人の技を伝承し続け、名古屋の味を守り続けているということでございます。もう結構ボリューミーでですね、満足感たっぷりいただくことができます。で、ひつまぶし自体は4000円くらいするんですけども、ぜひ名古屋に来ていただいたからには試していただきたいといった形でございます。で、こちらのひつまぶしなんですけども、1膳目はそのままのうなぎの味を、2膳目は薬味をつけて、3膳目はお茶漬けにして、4膳目はお好みでといった形で4つに分けていただいた上で、それぞれの味わいを楽しんでいただくといいかもしれないです。まあ、8分割してもですね、結構満足感たっぷりなので、ぜひそのあたりも自分のお腹の空き具合と調整しながら食べていただきたいと思ってます。まあ、冒頭でご紹介したヤバトンもそうですけども、結構本格的なものを味わおうとすると満足感たっぷりすぎちゃうぐらいにいただけますし、前回にご紹介したようなカフェとかも合わせて楽しみたいという方は、食べる分量も調整していただきつつ楽しんでいただきたいと思ってます。続いてご紹介しますのはトヨタ産業技術記念館でございます。愛知県といえばトヨタのイメージを持たれる方もいるかと思います。で、私も愛知のトヨタに行きたいなとは思ってたんですけども、ちょっと名古屋からだと距離もありますので見ることは難しいかなと思っていました。まあ、そんな中、このトヨタ産業技術記念館は名古屋駅からも歩いてたどり着くことができる場所にありますので、ぜひ名古屋に来ていただいた際にトヨタにもし興味があれば訪れてほしいなと思ってます。で、意外とこんな感じのおしゃれなカフェとかもありまして、ここも一つ楽しめるポイントかなと思いまして、このトヨタ産業技術記念館自体が繊維館と自動車館の2つの館に分かれていまして、本当に広々としていますので、間にこういったコーヒーブレイクを挟んでいただくというのもありかもしれないです。で、トヨタはですね、こういった繊維記念館はじめ、もともとは織機のメーカーとして生まれているということですので、この辺は歴史も含めつつ楽しむことができます。この時もたまたま修学旅行の方がいらっしゃってたんですけども、私のような大人が訪れても十分に楽しめるような場所かなと思ってます。外国人の方もこの時何名か訪れられていましたね。研究と創造の精神、ものづくりの大切さを次世代へ、そんな思いを込めて運営されている記念館でございまして、いまだに日本企業の時価総額で不動の1位に君臨するトヨタ自動車の技術力、そして歴史を感じることができるような場所になっています。こういった圧倒的なスケールの天井を見ることができますし、こんな形で実際に織機で布が製作されていく形とかも見ることができますので、そのあたりもですね、ぜひ注目して楽しんでいただきたいなと思っています。
何より入場料たった500円でこれだけ楽しむことができますので、もし知らなかったという方はですね、こういった記念館を楽しむというところも視野に入れつつ、名古屋の旅を楽しんでいただきたいと思っています。で、車自体もこんな形でハイブリッドカーまでの変遷をたどっていただくことができますし、車が出来上がっていく様子、その車の工場自体を模したようなイメージもこういった間近で見ることができますので、これはなかなか日本国内でも楽しむことができる場所は少ないんじゃないかなといった印象でございました。この自動車館は自動車事業創業期、時代を見据えた車両開発、開発技術、生産技術、そしてトヨタ喜一郎とはという5つのゾーンで形成されているということでございます。ぜひこの広々とした空間、じっくりと時間をかけて楽しんでいただきたいと思っています。そして最後にご紹介しますのは、イオンモール名古屋のりたけガーデンでございます。こちら今回ご紹介する中でも随一のインスタ映えスポットかなと思っていまして、後でご紹介しますツタヤにあります本棚の空間がとても素敵な場所です。で、今の冬の季節にはこういった形でイルミネーションも充実していますし、このイオンモールの名前にも含まれていますのりたけの森の空間もとても素敵でございますので、ぜひこのイオンモールと合わせて楽しんでいただきたいと思っています。こちらのイオンモールは自然と自然になれる場所をコンセプトとしていまして、都市部でありながら緑豊かな周辺環境に溶け込んでいる素敵な空間になっています。先ほどのトヨタ産業技術記念館と近い場所にもありますので、ぜひ名古屋駅から歩いていただいて楽しんでいただきたいと思っています。で、こちらのイオンモールなんですけれども、東海地区初出店となるプラネタリウムがあったりとか、今映していますようなサルタヒココーヒーをはじめ、数々の有名なカフェのチェーン店が展開されています。日本で一番子供と行きたい、そして子供が行きたい書店をコンセプトとしたツタヤブックストアもとても魅力的な場所になっています。あと今回撮影はできていないんですけれども、80年代の方々が思い浮かべていた21世紀の大人の遊び場をイメージしたコンセプトゾーンも注目だということでございます。で、こちらが先ほどから申し上げていましたツタヤのブックストアでございます。この奥側に見えます階段を登っていただくと、この圧巻の本棚を見ることができます。で、実際にこの階段も結構たくさん写真を撮っている方がいらっしゃってですね、いろんな場所から撮ることができるんですけども、こう下から撮っていただくのもありですし、2階から下を眺める形で撮っていただくこともできますので、ぜひですね、お好みのアングルでまだできたばかりのこちらの注目スポットを撮影していただきたいと思っています。何よりも東海初、県内初出店のたくさんのお店もありますので、そのあたりも旅の見どころとしてこの名古屋の街楽しんでいただきたいと思っています。以上、今回は名古屋からグルメと見どころ9選をご紹介していきました。このグルメもですね、ヤバトンやアスタ蓬莱軒など本店で楽しむことができましたし、あとは台湾ラーメンの店ですとか、名古屋コーチンの有名店でありますトリギンさんも行くことができまして、結構名古屋グルメについては一通り試すことができたかなと自負しております。カフェ編でもご紹介しました通り、名古屋はカフェもとてもおしゃれな場所がありまして、自家焙煎コーヒー店もたくさんありましたので、お土産にはコーヒーを買っていただくというのが私個人のおすすめであります。他にもたくさん見どころがあったと思いますし、できたばかりのツタヤブックストアなんかですね、これからどん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 人気になっていくかと思いますので、空いている今のうちに訪れていただきたいと思っています。他にもおすすめ等ありましたらコメントの方で教えてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。